良い子の皆さん、おはようございます。今日も楽しいお稽古です。昨日も実に愉快なお稽古でした。いつも先生にいろんなことを話してくれます。お母さんの職場に可愛いワンちゃんが連れられてきたよと、可愛いゴールデンレトリバーの赤ちゃんがお母さんの職場に遊びに来たそうです。実に日々の出来事や食べた食べ物、いろんなことを先生には話してくれます。いつも生徒のことを覚えてあげる、生徒の好みのものや好きなもの、食べたもの、何でも覚えてくれていると誰でも嬉しいものですね。それでは今日はエレクトーンでスタジオジブリの曲を弾いてみますね。ピアノもエレクトーンもとっても楽しいんです。昨夜は日本も残念ながらベルギーに負けてしまいました。先生もすっごく悔しかったですが、よくそこまで頑張ったね。プロセスや過程をとっても大切にしたいですね。誰でも間違いやミスはあります。それでも出来上がるまでのプロセスを楽しみながらできる人、何でもやってみようというチャレンジがある人はとっても偉いと思います。残念だったけどまた次があるよ。誰でも褒めてもらったり励ましてもらうと嬉しいですね。それでは今日も楽しいお稽古です。良い子の皆さん、ターンのカードに言葉付けをしてみましょうね。ターンのカードが2つで、ゾウ、リス、犬、猫、コマ、ヘビ、いろんな言葉が入ります。ターンのカードが3つで、パンダ、ウサギ、コアラ、ラクダ、ダルマ。ターンのカードが4枚で、せんべい、カステラ、アンパン、ヘンデル、バイエル、いろんな言葉が入ります。スメタナも入りますね。ではそれでは今度は このカードの組み合わせでグリーグという言葉が入ります。スネークもそうですね。楽しく音符カードに言葉付けをしてみることもとっても脳には効果的です。考えてみる、テキストの絵から曲想をイメージする、楽譜を読み解く、そういった能力は脳をとても活性化してくれます。頑張りすぎずにリラックス、今日も楽しいお話が聞けそうですね。いつも先生にいろんなことを話してくれます。今日もそれでは音符カードを用いて楽しく言葉付けやしりとりをやってみましょうね。それでは今日も
スタジオジブリの君を乗せてでした。子どもたちはとっても楽しい音遊びやリズム遊びが大好きです。今日も楽しい気持ちでお稽古を音符カードに楽しい言葉をつけてみることもとっても脳には効果的です。それでは今日もグーパー運動のおさらいをしてみますね。交互にグーパーグーパー、言葉を逆さ読みにグーパー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 。コアラだとラーコ、パンダだとダンパ、ラクダだとダクラというふうに言葉を逆さまに読んでみるのもとっても脳には効果的です。子どもたちはいつも先生に楽しいしりとりやクイズ、なぞなぞを期待してくれています。日々練習記録をきちんとつけることも大切ですが、まずは音楽を楽しむ、生徒とのコミュニケーションを楽しむ、それも一つのレッスンの楽しみの一つです。それでは今日も楽しいなぞなぞを取り入れて、さあ今日も何点取れるかな。